やっちゃうよアレキトンです。そしてやっちゃうよみかんです。何回目だこのコラボ。ちょっと多くないですか、みかんナイスコラボ。帰省してます。まあできるうちにね、できるうちにやっぱね、そう大事だから、これ大事っていうことでね、今日は何をやるかというと、まあこうね、うん、まあ、10勝目のグラッチャラをやっもね、やってもいいんですが、まあ、今日はね、たまにはねマルチに行こうかなと。トラ上げ、ね、で今、うん、422、うん、でうん、何でトラ上げしたんだ、履歴ちょっと見せてよ。こ、履歴はこれですね。まあ引き分けあり負けありなんですが、割と ね結構勝ち越してる感じですね。30勝やっぱ好きだね。うん、やっぱね30勝はやっぱ武器、やっぱバンされると言っても、うん、やっぱ自分のね武器があるっていうのは、やっぱ番が分かるっていうのもね、アイデンティティだね。アイデンティティなんですよ。なるほど。あれか、ん、なんでもないです、なんでもないです。何すか、俺あれですか。あ、悟空のモノマネしてるやつしか思いつかない。てめえぶっ殺すぞってやつ。言っちまった、言っちまったね。俺ちょっと規制かけてたけど。規制かけてた。分かる人には分かるな。あれはマジで面白い。ドラゴンボールあんま知らない俺が見ても面白い、あれは。ってことでね、うん、まあ雑談はね、需要のある雑談はこの辺にして、はいはい、あとこれでも引いとくから、最初に スーパーレア宝箱、これはマジで金になる宝箱なんでね、はい、金になる、1万引いて大体2万ゴールドプラスになるっていう。あ、レイジが出たからそうでもないな、これもプラスと。はい、まあマジアチャ買わないの。マジアチャね、買っちゃおうかなって思ってるんですけど、割とね協力バトルとかするときにこれバレルとかね、あげたいんですよ。なんでステイ、マジアチャ使わないんでね。4万は高いね、高い、こいつも開けちゃおう。えい、それは開けとく。危ない、開けとく。オッケー、ということで、はい、マルチ行きたいと思います。今日はね4連勝ぐらいして、ちょうど30、30、30、30ぐらいもらって、55は、まあ、グロ入るか入らない、ギリ入んないぐらいかな。ということで行ってみたいと思います。お願いします。お、マッチング長いね。テンテレンテン、まあまあまあ、これがねやっぱりランカーの宿命やな、ランカーの宿命これは。ちなみに俺今5600だから、押しても当たらんな俺は。ほーんですね。なるほど、なるほど。でもこれちょっと31、2もらえますね。美味しいですね。美味しい、美味しい。まあまあ、とりあえずは目の前の試合にね。そうやな。おっと、いやーこれ5かなー。相手なんだろうな、ゴレか三種かな。ゴレか三種か、三種なら美味しいね。美味しい、美味しい。まあゴレじゃないか、今の環境は。確かに三種は渋いもんな。自分でもうゴレ確定、ゴレ確定使ってっていうのもなんだけど、うん、三者渋い。ここはやっぱハンターですね。ハンターですね。でここなんすけど、ここ結構分かれるところですね。とりあえずバルキかな、俺だったら。バルキなんだ。なんで？俺だったらここはホグ飛ばしちゃおう。逆サイドホグ飛ばしてますね。うん、そうしよう。あ、トルネシュがプンプンしますね。よいしょ、守ります。なるほど。うわ、めんどくせえ。だー、やだやだ、超やだ、こういうの。バカめんどくさいな、このカード。まあでも、バルキリーめっちゃ仕事した。やだなー。まあ、スケで。いや、これはノーダメだよ。うん、そうなんですよね。まあ、知ってる、知ってると。どうすっかなー、これ。結構、端前5、アイゴレ、スケとかめんどくさいと思うけど。あー、確かに、こんな使い方するなら。そう。普通に。俺はありだと。で今、うん、トルネは、まだ回ってきないんでホグいっちゃいます。これは渋いか、ちょっと渋いですね。んー、まあ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 ですか。そうそう、でこれは30C っす。やんちゃじゃない、その三種は。やんちゃじゃないですよ。えー、ないかな。間に合う、間に合います。ギリギリ。割と相手これエリクサー使わないといけないんですよね。お、相手の受けが沼。2体がめっちゃ仕事してる。おしかも右の方めっちゃ削ってる。お、でもこれ左やっぱ光栄つけられるよね。やっぱり光栄めっちゃつけられる。光栄値ですねこれは。
怒られる。これダメ、これダメなやつ。さてはダメなやつですね。これどうする、これホグ飛ばしちゃいますね僕。なるほど、トレデスケとかをバイブルとかを入れて、なるほど、ホグで手札回しつつ、そうですね、これが大事かなと思ってて。そこどうする。でまあ相手がトレネ使ったんで、ここでバルキリーですかね、バルキリエだと1枚2枚あと2枚出したら、うんうんうん、トルネ回るんすよ。なんで1発2発ここは、ここはあと2枚切らないとトルネが回んないんで、ここで30子いきたいかなと。いやこれも回ってる説あるな。回ってますね。なんですけどこれ早めにアイゴレを出すことによって、なるほど、3子を守ると、うん、そしてあとこれを時間稼げば指名と。指名ですね、指名ですね、ご指名ですね、ご指名ご指名なるほど、これで32ぐらいもらうとね。さあ欲しいな、32いくら、いくらだ、31万、まあ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 、おいしょおいしょ、これを繰り返せば5500いけるな。あっちまえな、あっちまあっちま、まあね、これはまあ言うて割とね安牌ですか。安牌安牌安牌。ハンター自体も結構軽くあるし、敵がハンターに呪文されてくれたら3死出せるって感じかな。ソリマチタカシですね。ソリマチタカシ。ソリマチ、ソリソリのソリマチタカシですね。こんな世の中じゃ。こんな世の中じゃな。ポイズンですね。ポイズンです。わかるやつ少ないな。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。こんなポイズンですね。ポイズンですね。まあ僕ファイボ型なんですけど。まあ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 、まあ。やっぱロケットじゃないか。ということで、音これは29ぐらいですね、もらえるの。まあ、まあまあ、まあよろしくと。まあ試合後にはありがとうってなってますね、これは。なるほど、なるほど、トロフィーくれてありがとう。そう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 、やっぱお礼はねしないといけないんで。あ、顎ですね、初手顎、ね、初手顎して、あクロスシューだ、クロスシューが、このトロ隊で貧乏フグ使ってる人なんかいないと思うんで、クロスシューが。お、分からんな、これジャイシューしてきたわ。マルトザップでしょ、ジャイシューしかしねえわ。あ、ジャイだわ、多分。マザイ？マザイ。多分サンスペジャイズかな。バルキリー死ぬのもったいないよね。確かに。もうサンスペジャイです、ね。音？これは美味しいのでは？サンスペジャイだと思われ。ドン。一発！あー、気合が足んね。いや、これ受けようかな。いや、受けはもったいなくね。マジで？俺は受けようかな。これで後ろから三子出して形を組みたい。これも左のタワー多少食らうんすけど、言うて結構食らう。許容しちゃいます。許容ね、この世の中大事なのは許容なんすよ。なるほど、これファイブ来るかな。これ回ってっかな。いや、あと1枚気に入って回らんな。回らん回らん。うわー、出た出た。しかも綺麗にマスケがしてデモをしたでもこれでペッカ切って、でもペッカババってイカチ、あーあー、これはもう守れないですかね。マルタ一回裂けばなんとかって感じかな。あ、ハンターの竹がペッカに行きねえ。よいしょ、なるほど、よいしょ、なるほど。いやー、ここはホグ付け足したけど右の方削ってるんだよ。そうですね、なんでここにハンターに出さして、うん、俺はここで6入りのアイゴレホグ。ああ、そのマルタ美味しいな。なるほど、でもババアが来るか。そうだ、そう、ババがいるんすよ。まあでも、でもこれうちには守護神バルキリーがいるんで。なるほど。いや、これ三種の方がよくね。そう思った。バルキリーはスケラの防衛かな。でこれどうせファイブザップ音速で来るんで、お、かわした一匹言うので、左の方に多分発しないペッカとかじゃないか、やるとしたら敵それぐらいしかやることなくね。うんうんうん、オッケー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 。で、ハンターでペッカ処理ってのをバルキリーで防衛が。バルキリーでいけますね。どっかでスケで挟んで、マルタとか。マルタ当たったらまずくないですか。お、まずい、お、まずい。やばい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 。そうな。おし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 。よくやったよくやった。よくやった、お前。これ、右の方はあと、そうだね。で、音速ファイブザップが飛んでこないと。オッケーオッケー、あとは右、ここは丸太で一発削って、うん、ファイボ、お、これは美味しい。相手はこのあれにもね対応しなきゃいけないと。甘えてますね。美味しい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 。あとファイボ、ファイボじゃない、打った回しは勝ちだ。でここは相手は何もできないと、うん、やばくね。よいしょー、
シャ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 全然やばくない全然やばくないほら危ねえ全然やばくない危ねえ全然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 持ってかれてた全然全然マジですかうんマジ俺一瞬たりとも焦ってない汗一滴もかいてないから俺もヒヤヒヤだったヒヤヒヤだったヒヤヒヤだったおっと俺算数の計算ミスってましたねこれあれでした112で上がったんで122と勘違いしましたね。なんであと 52で上がるんで2回勝っちゃうんです、ね、2回勝っちゃう。AY よっぽどトロした引かない限り確かに確かに順調すぎて怖いですね。うん、三種って今の環境どうなんだろうね。いや枯渇三重車きついですね正直。まあ、アウトローとガゴムレ迫撃のせいであれねやつらのせいなんですよ。やつらもう僕らがきついのはやつらのせい、やつらが強いせいで、うん、今だってグロラン1、うん、さっきデッキこうやって覗いて、うん、あ今は知らんけど1時間前ぐらいのグロラン1こうやってデッキ覗いて、うん、あなんだこんなねこんな三重紙デッキ使ってんだみたいな、なんかアウトローメガナイト三重紙みたいな、はいはいはい、使ってんだと思ってへーと思って、でも本当かなと思ってこのロワイヤルアピっていうサイトでね調べてみたら案の定おっオワコン来たオワコン来た。何どうしたの。ドクター T いやこれきついんだよ僕マジでやだ絶対負けたくねえ。オワコン来たわ。オワコンっすか。マジ超集中してでこれ墓石とボーラーと丸太と、うんとりあえずジャイがいるんすよね。おっとこれファイボめっちゃ打ちたい。あ打ちたかったなあけどまあまあフォーク3発は惜しい。でこれどうすんだ。いやーどうしよう。それやってね。やってる結構やってる。それやってんな。やべえな。これやべえ。正直やばい。これはやべえな。相手あれかプリンス型のやつだ。ハンターっすね。うんですよね。これはアイスピつけてくると思うんで、あーこれは美味しい。これ三重種ですね。美味しすぎる。はいはいはい。あこれやばいか。さては。いや大丈夫大丈夫。これはバカカウント。ヌーブですねやつ。いや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 。これはもうホグポーンっすか。ホグポーンっすね。アイゴレ挟んでもよかったっすけどね。あまあまあまあエリクサー的に。まあエリクサー的に真上にメガゴ置くぐらいしかできないでしょうこれ。敵の防衛がうまい。けどまあファイボー打った後だと。締めでーす。締めです。ダーン。ファイボーシャシャってねえか。シャシャったシャシャった。正味気持ちよくなりすぎてシャシャってしまった。でこれで正直いらない。まあいらない。いらないけど相手が普通の感覚なら、うん、次ジャイに合わせたハンターにファイボーが打てないんですよ。確かにさっきと同じことされるから。で正直もうこうなったら、うん、三重紙にファイボーザップ打たれても、うん、ってところなんですよね。お相手これはめちゃめちゃ全力で攻めてきて、なるほど後衛の力で突破しようという手段の周りが強い後衛位置ですね。なるほどバルキリーがマジ強えな。よいしょと。なるほどアイゴレでタギを取って、さてさてさてと。これはもう攻めなくていいっすね。うん守ってりゃいいっすね。まあ三重子出してと。なるほどここは2体なんだな。まあ右の方削られてるから左にそうファイブを使わしたい非常に。でこれで丸太とかも使わして、うん、ボーナスステージ突入ですね。なるほど。さあマスケ対面もしっかりの。しかしこれスケ使っちゃったら左の防衛が若干確かに危うい。危うい。分かってるやつだったらおー。いやーマジか。これ三重紙出さざるをえんけど。やーだ。オッケーなるほど必死の防衛と。必死の防衛。まあ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 。あこれは逆サイドかな。こうですね。おお、シャシャってますね。シャシャっちゃいねえだろ。なるほど、これは美味しい美味しいと。これは指令なんで煽っときます。なんすか？どうした？どうしたんすか？ちょっと爆発したけど。まあまあこれねいいんですよ知り合いなんで。芸術はこれは、うん、この人は、うん、オワコンで有名です。オワコンで有名なんですか？昔強くもねえっすけど、うん、オワコンで有名ですこの人は。そう皆さんなんで。どっかの配信とかでこの人見たらちょっとあオワコンだと一声かけていただければ喜んでもらえると思います。喜ぶんですよ。喜びます。オワコンって言うと喜びます。変わった人だな。お、何百円あと一緒だね。グローはちょっと確認しとくか。あと何もらえたら
上がるって知ってた。あーいかんな多分5515。おでも30プラスで いかんすね。また計算ができなかったっす。まあこれでとりあえず綺麗に青瓶と青瓶ですね。はい行きます。お願いします。順調やな。順調順調、めちゃめちゃ順調や。ほんと負けないね。そうでハンターの一撃って、うん、近いとメガゴはミリ耐えるんだよね確か。だけどなんだろう、ウィザードエレキマスケ、そうウィザードエレキマスケ、あとアイスウィズ、アイウィズ、アイスウィズは多分耐える。あ耐えるっけ。あいつ耐える。はハンターの近距離前段ヒットでワンパンなんですよね。ワンパンワンパン。ちょっと調べてこう、アイスウィズ死ぬか。いや多分普通に耐える。確かダメージが1000なんすよね。見れねえじゃねえか。TV からTV から見よう。アイスウィズ使ってるやつおる？おるやろ。遅延系。いたいたいた。570。ワンパンですね。ワンパン？ワンパンですね。だってこいつ確か1000だよ。前段で。ほら。100×10 で。ワンパンです。超ギリギリじゃね。そや勝て。まあ一発でも逃したらあれなんすけど。確かに。まあでも言って一発だけの逃れるってそうそう。まあ場所によるけど、アイスウィズをハンターの隣に出すことはまずねえな。ねえねえ。確かにねえ。どんだけ苦し紛れか知らんけど。ねえな。ねえ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 。あれさっき25秒やったのになんか待ち時間2分。どうした、どうした。俺が入ろうか。この10秒で何やった、やめて。あー知らねえ、見たことねえなこの人。ほう、俺も初めて。なるほどなるほどと、よろしくと、うん、まあ初手はちょっと見て俺こうですね。でこっからホグを出してドンと。なるほど。ファイブオップ。あー分かってるやつだ。分かってますねこれ。工場つけられたらバカだり。あーえどうするんですか、これ悲鳴じゃないもうやだー、もうラゴムで早く囲おうって感じかな。早く囲おう。でもこれさ、相手30子だったらこっち固め出し3子でワンチャンない。ワンチャンある。で、あるよね。これキング守んないってのは無視したかった、本当は。まあ、キングおられたら。で、これなんすけど、相手は、うん、ね、これでホグ丸太、おっと、いらないから切ってきやがった。そう、これ相手はコウモリなんすよね、もう1枚が。いや。コウモリと30子。あれ、あ、そっかそっか。そう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 。じゃなんで正直そのコウモリにファイブ当ててもよかったんですけど、うん、まあまあ落ち着け落ち着けと、うんうんうん、持ち着け持ち着けとペッタンペッタンということで、これではい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 、これコウモリですね。なるほど、うん、分かってますよ。分かってます。分かってるけど、まあとりあえず出しとくと。でここで固め出し三子とかはありっちゃありじゃないか。ありっちゃありありっちゃありなんですけど、俺はファイブを回したいかなここで。なるほど。さあ来た、これは美味しい。さあ北島陽介ですね。いや分からんのかな。で次なんですけど、相手はガゴ群れがあるんで、とりあえずステイ。ここはギャンが来るかガゴ群れが来るか分かんないんで、とりあえずステイ。ギャンですね、多分。まあそうですね、確かに。おうおう、ステイしてくる。バルキリアかな。多分端前にガゴ群れとかじゃないか。俺だったらいいんだよね。え、なんかザップで変なの消されたけど、これ無視ですね。無視ですか。無視です。はいどうも皆さん、これあー真ん中三刺繍出せる。これ鬼畜じゃね、やばくない。鬼畜やばい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 。あー耐えた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 。キングキング危ねえ、やばい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 、あー痛い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 、やだーやめてー、これはこれはやったな、最初だな、すべては最初、最初の工場に持ってかれたわ。ずるいよなこれ。ずるいずるい、このデッキずるい反則だ。まあまあまあ、初手リポが悪いと。ここで4試合をして、うん、今僕の感覚的に動画の尺は15分超えてるわけです。確かにこの辺にしとく。ここで、いやでも視聴者様はやっぱ僕がね、瓶、うん、を獲得する姿を見たいと思うんで。一生かかるだろう。いや正直あと1勝で負けるやつは5時間ぐらいかかるんで。
ファック。行きまーす。マジ行きますよ。マジでこれ負けたら潔くね、うん、これはさすがに負けたらねまあね、ミラティブとかと違うんですよね。でも YouTube はミラティブとかならちょっと行くまでみたいなできるけどね、簡単にできますけど、これ時間で限られてて、しかも今何時だ、1時くらいじゃないか。おお、マジで、おっと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 、うーん、これは下のトロなんで、はい、どうも皆さん、勝ったら28ぐらい。ああ、出た、初手宝石野郎。ラバルかスケラしかねえな。ここでラバルだったら美味しいな。ラバルは美味しいと。うーん、美味しいんじゃないですか。うーん、待ちますね。これはスケラですね。スケラかー。カチカチ山じゃない？カチカチ山？フォグ投げちゃうか。正面カチカチ。フォグ、うおっと？なんだ？何型これ？え、わかんないわかんないわかんない、スケラ、スケラ、多分スケラで間違いない。マジで三種だと思う。でもこれ三種でさ、うん、指名じゃね、指名だよ。あ、もう指名だな。あ、マルタウタンと、あ、ミスタ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 、何やっちゅんねん。あー、終わったー、俺の夏終わったー何やってんだよ、足やばい、これ沼の沼のあれが始まってる。あと一生で負けるやつが大体負けない。やばいやばいやばい。やつスケラフリーズか。ちょっとわからんな。ちょっと待って、もう一枚、もう一回三十勝回したい。いや、ここでファイブ打って。あ、ずれたくせ。ずれたく。やぶねえ。これはハンターが多分一番足りんじゃないか。相手からしたら。相手は大型呪文ないんでね。そうだね、おっと、なんでずれんの、もう。あ、指名だ。あ、でも相手のスケラの位置甘えてんな、これ。はい、これは、これは無視じゃなかったですか。はい、どうも皆さんのやつですか。無視です。さては、いや、バレキーめちゃめちゃ入る。あ、これダメだ。あ、もう何もかも沼、やばい。バレキーにやられる。お、これ美味しい。これタワーダメージ入るんだよ、これ。あれ、入らん、入らん、ハイランダーやな。ハイランダーだ、懐かしのハイランダーや。トリマさんしじゃねえか。そうなんですよね、安牌。もうやだー。スケフリだったらこの336をスケラフリーズで削らなきゃなんないから、それをさせなきゃいいと。オッケー、こんなもん無視ですと。マスク1体だけで抑えれるんで無視ですと。そして適当にホグを垂れ流すということで、これ絶対そう、バルキリーが来る。おお、石を石を、丸太丸太丸太、えい、この辺でボス入りが来る。いやー、これラストチャンス、ラストチャンス、アイアムラストチャンス。オッケー、左の方に適当になんかユニットして、アイゴレかなんか足して、あ、なんか来た、なんか来た。え、これ何、スペルあんの相手。いや、わからん、なんかまだ見えてない。いけいけいけ、ラストチャンス、いけ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 、甘えた甘えた甘えた。あー最初最初はな、打ったな。あれで500ダメージはちぎるな。こうやってラスト勝って終わりたい。何すか、死ねえ、さすがに長い、死ねえな、さすがに長い、さすがに落ちる気しかしねえ。でも、うん、やっぱ3勝、うん、3敗の配信っていうのは、うん、需要しかないと思うんだ。いやいや、寝ろ。じゃあ分かりました。最後に、うん、ちょっとあの RPL っていう大会があって、うん、いろんなねチームと対戦して、うん、なんか賞金とかも出る、確かそんな大会でして、結構公式な大会なんですよね、うんうん、世界の、まあ、名だたる強豪プレイヤー戦えると、うん、たぎる大会で、なるほど、で日本のチームと当たって、正直日本人とのリプレイを晒すのはちょっとなんではあるんですが、道徳的によろしくない違反かもしれないんですけど、うん、まあね、うん、ちょっとここはやっぱマルチ2連敗してしまった僕に免じてと、ちょっと勘弁して、勘弁してほしいということで、このリップを解説、ドヤ顔で解説して気持ちよくなって終わりようかなと思います。いや、申し訳ない、本当に申し訳ない、正直最低、うん、道徳的にね、いかがなものかと言われたら、でも言うて、うん、動画撮ってて日本人とちょうどマッチングしてしゃーないですよね。俺もだってこれ解説する気で、うん、ホグ30して行ったんですよ、本当に。マザイか、これ本当に
はい、何も解説してねえじゃねえか。ここ丸太打ってホグノーダメで、アイゴレホグってホグで、アイゴレホグってハンター丸太でノーダメなんだ。そうそうなんですよ、ハンター2発と丸太と、ハンター2発と丸太っすね。なるほどなるほど、うまくやっぱハンター使いこなせば軽くすごいね。そうですね、まあ、ここはスケと顎で、顎というのはアイスゴイですね。まあスケでアイスピー受けてと、このダメージも入れたくない。うん、で俺だ確か左にバルキリー出してかな、確か確か右だっけ、右が、ね、でこれで相手の伺っていくと、でこれ来たんで今ファイブを打ってもどっちも巻き込まないんで、マスケの方が若干ね歩くの早いんで、合うところでタワーとファイブで、まあ残っても面倒くさいんで丸太で殺しちゃうと、まあ、右残りマスケ仕事すっからな。うん、でこれはこのハンター正直ファイブ打ってくるんじゃないかとヒヤヒヤしたけど、まあまあ逆に、まあ、相手もね、まあ、バルキリー残ってたしね。でこのバルキリーがいるせいで、そうそう、敵も大砲の位置を1マス下げちゃって、それによってホグが2発入ると、これも美味しいですね。美味しい美味しい。この時点でダメージリードはちょびっとだけ。そうですね。でここはどうしたっけな、ケツから30シャパかな。いやでもこ確かまたアイスゴレと、あの骨で回してって相手の様子を伺うかな、うんうん、そうそう、ホグ来て、でこれアイスゴレとたまたま噛み合っちゃったんで、うんうんうん、完封と。正直このバルキリースケルトンも結構うざいよね。うん、一発で抑えられるからね、なんせ。でこのバルキリーが強い、一発二発、うん、3発と倒していきます。これ2倍タイム入ったんで後ろから30ステパーですね。なるほど、やっぱ2倍タイム入ってから30試合ね。ここ正直ファイボ来ないかヒヤヒヤポイント、そうヒヤヒヤだから、一応そのハンターとマスケはファイボ食らわない位置に出しました。なるほど、悲して右の方にでこれそう切ったんでブッパですね。ブッパブッパブッパして、ここはマスケに打ちました俺は。うーん、なるほど、どっちもちょっと後ろにいるやつを前に持ってきてマスケの一発でしとめると。そうで、この丸太はアイスピカ骨読みだけど相手は回ってませんでしたという悲しみを、まあ、アイスゴーレムに当たったね。でもそれ、うんうんうん、まあ、でまあ後ろからうーんアイゴレ出して右にセパかな、迷っています。迷ってますね、ここもったいないですね。でまあファイブ来るかなと思ったんですけど、まあ、相手としても三死に打ちたいだろうね。こっち来たのは正直美味しかった。そうだね、正直美味しかったけど、スケだけでよかったかなという。普通にやっぱやられてやな、ファイボとかなんかな、削られるからね。そうで、こっちの攻撃を守られるとよいしょ。これなんかね、まあファイボ来るけど、そうスケのおかげでね、なるほど、ノーダメでした。でこれは顎つけて、そうもう相手が嫌がる行動だけをする感じですかね。なるほどなるほど。ともう右残りのマスケでもほっといたらスルーできるっすけど、うん、やっぱ前にアイゴレつけると丸太を切らなきゃいけないとか、ツケを出さなきゃいけないとか、まあそこでね、これ右相当削ったな、相当削ったね。でここでうん、セパセパセパタクロですね。なるほど、もうホグ出す隙を与えさせないと。でこれまた右にファイボ来るだろうと思って左に付け足して、そうですね、ホグ出してと。おで真ん中に絶対何か来るんで丸出すね。なるほど、これで全部綺麗に消え去って、綺麗にマスケが一発、はい、なるほど、まあ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 と。ここホグ来なかったね相手、はい、リクサー的にもここは貯めたいところ。ここはでも正直一発も受けたくないけど、ここはうんバルキで出さざるを得ないと。お、これ逆サイド来るんだ。まあここはハンターだけで受けますね。多少ダメージ食らってもいいんで。確かに体力がね。そう、こっちは残ってるんで。でここに大砲ワンチャン出してくれないかなと思ったけど、相手もそんな甘くないと。甘くないと。こっからだね、結構どっこい勝負で。ここどうするかだな、うん。ここはまあまた顎出して様子を見て、相手が何をしてくるか。でこのアイゴレ見た瞬間に30周出しました。うん、なるほど、もう絶対ホグが来るんで。でこれは相手はファイボザップじゃないんで即消しはできないんですよね。ハンターをね。そう。で相手がハンターと。おこのアイスピ。確かに今。この今のね、ここにって言っても分かんないか。川の真ん中あたりに出てくる、そうそうそう、右側に出してるこの雪の跡が残ったアイスピ、これは左のマスケが一発撃ってくれて、それでアイスピを殺してくれたんですよね。そうだね、それで右が刺さると。まあでもやっぱこうやって何回も何回も30セパレートさせると相手もね、両サイドをやっぱ防衛しなきゃいけないんでミスが生まれるんですよ。それがね、やっぱミスを誘うプレーをするっていうのも また大事なのかなと思います。ということで、はい、とこの右のマスケ、右のマスケがずっと刺さって、これ右を俺は見てたんでファイボでジジイと、まあ、左も結構削ってた、ね、まあ、左もね、そうそうそう、まあ、どっち折れてもおかしくないと、まあワンミスで決まる試合でしたねということで、まあ、甘いスピーがね試合を分けたと。そうですね、なるほどなるほど。
感じで、まあそうですね、あと相手は俺が最後に、うん、あの真ん中に三重視した時もあの鬱陶転がしてきたんですよね、ホグの道にハンターに当てるようだったのかな。そうそう、毎回その自分俺が防衛するときは、うん、あえてそのなんだろう、バルキリーとかハンターとか三重視でホグの防衛方法をできるだけ変えるようにして読まれにくくしてるんですね、うん、なんで相手はあそこで丸太転がしてもしハンターが出てきたら当たるからファイボー、その後丸太当てた後にファイボーでハンターが死ぬんでそこで大ダメージを当てられたんですよ。確かに三重視出るまで時間かかるからね。そうなんですね、うん、だからそうしたかったのかもしれないですけど、俺が前回ハンターで防衛して次は三重視で次はバルキリーって感じやってるんで結構相手も読みファイボーまではできないような立ち回りはしていました、ね、そこは意識して。相性的には多分相性的にはいいのかな、若干悪いですね。悪いけど今みたいに防衛方法を分けてワンチャン狙っていけば、うんうん、まあいけんこともねえのかなと思いますね。まあきついけども、うん、PS でなんとか PS でなんとかと。なるほどなるほどと。でしたのはまあ相性やな。まあ相性やな。相性やな。まあ定番のゴレ出して逆サイドメガナイトダクネでおちんぱんじじです。ということでまあそんな感じですね、うん、まあこれはまあ前回の動画で紹介したんでまあ見なくてもいいでしょうということで、まあ、前回紹介したのもここでちょっとさらっとね前回やりましたよ、ね、前回やりましたよね。あざとくあざとくな気になる方はと気になる見てくださいと。いやこのデッキマジで強くて、うん、なマジで強いんだよな。まあ気になるかこのデッキ見て、まあ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 、おマジかこのどんなデッキだと気になる方は気になる方はあれないかないな、あったあったあった、どんな攻めをするんだと。でも俺これで今のところ勝率めちゃくちゃ高くて公式大会でも勝ってて、うん、RPL でも勝ってて勝率 100% デッキです。勝率 100% です。負けてない。2002勝 100% デッキです。なるほどなるほど。なんでまあ気になる方はぜひね、ライキチャンネルをライキチャンネルをチェックしてください。ということで今日はまあこんな感じで、ね、またみかん宅に泊まってちょっと動画投げんだって。いや俺とりあえずそのうち動画2時間ぐらいなりそう。確かにもうなんかちょっと俺3連覇したらもう上がるまでやっちゃうとか言ってなるな、なる。何時間ぐらいまで上がるんだろうな。いや分からんけど普通に12時間ぐらいまで上がるんちゃう。あそうなんだ、うん、じゃあ大丈夫。いやいや全然大丈夫じゃない。ダメ、ダメ。はい、ということで今日は寝ましょう。寝れますか。まあ明日はね一回家に帰って明日はまた一人でね、うん、ソロ動画撮ってね、ね、またワイルドカードに向けて練習も頑張っていこうかなと思うんで、はいはいはい、ポノススポーツの応援をお願いします。よろしくお願いしますということで今日はこんな感じでお疲れ様でした。